フロアへの要素のリンク、パラメーターの転送中の動作。ここでは、要素のパラメータ転送の際に、フロアリンクに与える影響をご説明します。パラメータ転送が平面図ビューで実行された場合、配置フロア、上部リンクフロア、そしてどちらのオフセット値も転送されます。スマートカーソルのスポイトの機能を使って、この要素のパラメータを取得します。 そして注射の機能を使って他の要素に取得したパラメータを置き換えます配置フロアジョブリンクフロアそしてそのどちらのオフセット値も転送されました取得した配置フロアの設定はパラメータの転送を始める前のフロアによって相対的な値として置き換えられます例えば配置フロアがフロア1に設定されているフロア2の要素のパラメータを取得した場合 要素の配置フロアは転送を始めた時の現在のフロアより1つ下の要素となりますしたがってパラメータをフロア3の他の要素に置き換えた場合置き換えられた要素の新しい配置フロアは2になります上部リンクフロアがリンクされているまたはリンクなしのステータスも同様に取得され転送されます 上リンクなしに設定されている壁のパラメータを取得した場合他の壁にパラメータを置き換える際このステータスも転送されます 3D ビューではパラメータ転送の動作は少し異なります 3D ビューでは配置フロアの設定は取得されますが置き換えることはできません 3D ビューでパラメータの転送する場合パラメータを置き換えた要素の配置フロア設定は 変更されませんパラメータ転送は断面図立面図展開図ビューでも 3D ビューと同様に動作します要素間のパラメータ転送をさらにカスタマイズすることもできますお気に入りパレットの環境設定では要素間に転送する設定を指定することができますお気に入り環境設定ダイアログでは上部リンク 高さオフセット配置フロア下部オフセットが新しいパラメータとして壁、柱、ゾーンでで利用可能です。これらのパラメータは要素間でパラメータの点数を行う際チェックして除外することが可能です。